ハストの心さんのインタビューです。今日のテーマは生まれる前からもうすでに人生のシナリオは決まっているのかという質問にお答えいただきたいと思います。お願いします。決まってる、決まってるだけど、はい、こうやっていろいろな選択肢、生を受けた時にいろいろな選択肢をしてきてるんだけど、その選択肢を選ぶのは今この瞬間でしかない。だから今この瞬間を感じ、今を生きるっていうのは自分で自分の選択肢を選んできた結果が今につながってるから、その選んで、まあ上から見てきたらシナリオ通り、その人のシナリオ通りになってるけど、でも生きてる人にとっては今は今でしかない、って感じ。だから今この瞬間、一瞬一瞬っていうのは奇跡の瞬間っていうのはそういった意味。だから選択肢はどっちを選んだとしてもどうでもいいんだよ。ということは、この右か左かっていう選択を迫られた時に、右っていうふうに決めた、実はこれはもう生まれる前から決まってたこと、決まってるし、例えば そっちで悪いことが起きたとする、それもいいんだよ。でそこでいいことが起きた、それもいいんだよ。なぜか何を味わいに来たのか人それぞれが違うから、いいこと悪いこと、そういった区別選別関係ないんだよ、何を味わいに来たのかだから、ただそれだけだから。はい、ありがとうございます。